レニウム鉱とは鉱物の一つ。結晶系は三者小系、化学組成はリースに。レニウム鉱は名前の通りレニウムを含む鉱物である。レニウムはいわゆるレアメタルの中でも特に珍しい元素であり、通常は地殻中に薄く分散している。このため、レニウムを主成分とする鉱物の中では初めて発見された鉱物である。また、 レニウムを主成分とする鉱物は、レニウム鉱と、タキアン鉱 4S8 しか発見されていない。レニウム鉱は、非常に純粋な硫化レニウムである。レニウム鉱の不純ものはわずか5億分の1から1億分の1しか含まれていない。レニウム鉱が最初に発見されたのは、エトルフ島である。北方領土問題のある産地のため、原産地の表記は、 日本とロシア連邦それぞれの主張によれば以下の通りとなる。また以下の産地で産出が報告されている。レニウム港は通常、摂氏500度から摂氏950度の高温の火山ガスから消化し、直接消失する。ただし2009年にギリシャで発見されたレニウム港はデイサイトハンガンのアサネス水星石英脈中に 輝き水塩鉱とともに産出が報告されている。この赤英脈は、森部ン、銅、テルル、銀、金に富。む。レニウム鉱はキララに似た、薄い板状結晶で産出する。見かけは、輝き水塩鉱によく似ている。しかし、輝き水塩鉱と比べればやや黒い色をしている。かなり強い金属光沢を持つ。密度は7.58グラム毎立方センチメートルと、 かなり大きい。原産地の火山は、カドモインダイトなどのカドミウム、インジウム、セレンといった非常に珍しい元素を含む鉱物が多く産出し、中にはここで発見された新鉱物も存在する。レニウム鉱と同じく、その多くは火山ガスの消化物である。レニウム鉱の発見が早かったのは、黒く光沢のある結晶として目立ち、比較的量があるためである。 レニウムは185リと187リの二つの同位体で構成されている。このうち187リは半減期410億年の放射性同位体である。このため、レニウム鋼は 1kg あたり約76万ベクレルの放射能を持つ。なお、レニウム鋼は摂氏1000度以上の温度では石英を犯す。レニウム鋼は硫化レニウムの素性を持つ。これは、 質量の74.4%がレニウムであることを示している。これはレニウム資源として重要である。実際レニウムの供給源は、それまではレニウムと性質の似ているモリブデンの流化物である輝き水塩鉱に最大0.2%含まれているレニウムを取り出さなければならなかった。また、レニウムを含む合金は火力発電所のタービンブレードや ジェットエンジンといった超高温の環境に耐えられる数少ない素材である。このため、レニウム鉱は、レニウム資源として、極めて重要となる可能性がある。先日の通り、モヨジだけでは、火山ガスから消失するため、火山ガスを直接取り込み、人工的に消失させて回収している。ただし、現在のレニウム資源は先術のような、モリブデ電鉱石からの回収か レニウムのリサイクルがほとんどであり、レニウム鉱の存在については、アメリカ地質調査省や石油天然ガス、金属鉱物資源機構の資料では触れられていない。これは、レニウム鉱の存在が、蒸気のものと比べれば、かなり稀な存在であるからである。レニウム鉱が、最様地だけで発見されたのは1992年で、ある。MA カーツインスキー、SI トカチェンコ。 ケイアイ・シュミオレウィッチらによって発見されたが、彼らは翌年に別の産地で自然アルミニウムと自然ケーを発見するなど火山における珍しい鉱物の専門家である。論文は1994年にネーチャーに掲載された。鉱物の発見に関する論文がネーチャーに掲載されたのはロシアとの間での領有権主張の問題はあるが、 日本で発見された鉱物の中では初めてであり、この後は2009年に発見された、千葉石までない。しかし、新鉱物は、国際鉱物学連合の新鉱物、鉱物命名委員会に承認されて、初めて鉱物として登録されるが、発見者は、この承認申請をしばらくしなかったため、正式に鉱物として認められたのは2004年である。なお、 初のレニウムの鉱物としては、1976年に、ロシアで天然のレニウムの単体である、自然レニウムが発見されたという主張がレイ・フォルソンとソロキンによってされたことがあるが、この主張は1987年に取り下げられている。また、アエンレ隕石などのいくつかの炭素質コンドライトの隕石から自然レニウムを発見したという研究結果も、されているが、 まだ確認はされていない。そのため、レニウム港は正確には、承認が最も早かったレニウムの鉱物となる。ありがとうございます。